田上美ミ子は日本の女優。東京市本属両国出身。本名、金子コ子。身長157センチメートル。血液型は O 型。村上事務所所属。父は日本画家の田上岩吉。妹はメゾチント作家の田上美、丹タ夫は金子信夫。1937年に東京高等師範学校付属小学校を卒業。 東京都立豊島高等学校卒。1942年、文化学院文学部卒業。1942年文学座研究生となる。同年、富島松五郎伝で、初舞台。1945年、新劇合同公演、桜の園のアーニャ役で注目され、以後、シラノのロクサーヌ、マリウスのファーニーなど美貌と演技を兼ね備えた、女優としての地位を確立。 アサヒグラフ1951年11月21日号アサヒ新聞社毎日クラブ1954年11月17日号1954年3月24日カンヌ国際映画祭出席のためフランスへ出発1964年喜びのこと事件により文学座を脱退した三島由紀夫らと劇団 NLT を結成翌年 佐渡公爵夫人で主人公を演じた。1966年に対談、金子と新たに新演劇人クラブマールインを結成した。1967年、女優の愛都市で芸術最小奨励賞を受賞。2000年、第10回日本映画批評家大賞功労賞。テレビドラマでは連続テレビ小説に主人公の祖母役で多く出演した。 CM ではパラマウントベッドや沢井製薬等に出演した。父の丹、阿美岩吉は横山大館に支持した東京出身の画家。母の富江は兵庫県ひかみ町出身の闘争人形作家。妹の丹阿弥、丹箱は文化学院に進学後同伴画家となった。一家は豊島区長崎のアトリエ村で暮らした。ありがとうございます。